はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、今回は30連ガチャを引いていきます。というのも、コントロールロイヤルを強化したい。いろいろロイヤル使いました。フェイス、ミハタ、ミッドレンジ、コントロールと。でね、やっぱり今の環境一番勝てるのが、おそらくコントロールロイヤルなんじゃないのかなというふうに思います。先日のね、JCG という大会でもコントロールロイヤルが優勝したと聞きます。というわけで、今使ってるコントロールロイヤル、こちらになります。うん、これでもね、結構勝ててるんですけれども、これをね、今の環境に合わせてもう少し改善していきたいなというふうに思っています。具体的に言うと、アルベールがね、今2枚しか持ってないんですよ。これをね、3枚にしたいなというふうに思ってます。いや、このイケメンがね、強いんですよ。エンハンス Q で使った時、失踪で2回行動に加え、そのターンはフォロワーへのダメージがゼロになるということでね、盤面を取るにも使えると。さらにね、ちょっとコントロールロイヤルについてね、ちょっとお話しさせていただきますと、1コス入れないのが普通ですね。で、2コスもね、大体こんな感じだと思います。入れるフォロワーはこんな感じ、ちょっと枚数が違うというのが一般的ですね。で、3コスは個性が出るところだと思います。これ以外の選択肢ですと、ヒーリングエンジェル、あと3人突進もありますね。そして忍者アーツというちょっとね、特殊な例もあります。もともとはね、ヒーリングエンジェルを入れてたんですけども、そこをちょっと御言葉に今変えてます。このね、顔にもフォロワーにも打てるファンファーレの1点ダメージっていうのが結構便利で、盤面取ったりもしくはダメージを与えに行ったりとね、臨機応変に使えてお気に入りです。そして4コスもね、大体こんな感じだと思いますが、最近は4-3突進ですかね、あれを入れてる方も時々見かけますね。そしてコントロールロイヤル肝となってるのが5コスですかね。5コスは入れたいフォロワーが本当にいっぱいある。オーレリア、アルベール、旋風陣はもちろんのこと、モニカも結構いいですよね。進化時に盤面のフォロワーの数だけ相手にダメージを与えることができるっていうことで、先生は5ターン目に進化するんで、5ターン目に進化が強いカードっていうのがね、入れとくのもかなりいいんじゃないのかなというふうに思います。で、6コスですね。ミッドレンジだと6コスが非常に重要だったんですけども、今のコントロールロイヤルはおそらく6コスそんなに重要なフォロワーはいないんじゃないのかなというふうに思います。あと選択肢としては椿なんかを入れてもいいかもしれませんね。で、7コス、しのぎ王子。これはね、コントロールの中ではかなり活躍するカードですね。そして8コス、オーディン。これも鉄板ですね。これがないと、どうしてもね、セラフとか対処できないカードが出てきたりするんで、オーディン、消滅、いいと思います。あとはアレキサンダーやファングスレイヤーを入れてますが、この辺はちょっと好みが出るところでしょうか。そして9コス、9コス、オリビエを入れてます。ただ最近、この優勝デッキなんかを見ると、オリビエを入れないで代わりにバハムートですかね、入れてるのが流行りなのかもしれません。まあ、環境はね、今、日々変わっていますので、どれが正解ということもないと思います。ちなみに、今、1月15日のリアルタイムで体感ですけども、ウィッチバースです。で、今まではドロシーだったんですけども、最近はね、ドロシーが少なくなってっても一番多いですけど、ドロシーの他に超越なんかもね、かなり増えてきちゃってますね。ねえ、土なんかも見たりね。で、2番手がアグロバンプが相当減りました。っていうか絶滅したんじゃないかなっていうくらいアグロバンプが減って、代わりにエルフが増えてますかね。そのエルフも若干減ってますけども、リノセウスを打ってくるエルフですかね。で、あとはドラゴンとか、ビショップとかがその次に続くのかな。コントロールロイヤルはとにかくリノセウスエルフには強いです。ほぼ負けないんじゃないですかね。オーレリアっていう鉄板の、守護もありますし、なんといってもしのぎ王子ですね。これが強いんですよ。これ出されたら多分リノセウスほとんど通らないので勝ち確になるというね。ドロシーウィッチは微妙ですかね。イーブンくらいなんでしょうか。この旋風陣が結構機能するので、旋風陣でうまく処理しつつ、アルベールでフィニッシュを決めるような形が多いんじゃないのかなというふうに思います。で、問題は最近増えてる超越ですね。超越強化されてほぼ7ターンで来るんじゃないかっていう今勢いですよね。さすがに7ターン超越されると勝ち目がないんですが、8ターン以降にもつれ込んでくれるとコントロールロイヤルでもワンチャンあるんじゃないのかなというふうに思います。地味に失踪のノービストルーパーが3枚入ってますし、このね、御言葉の1点がフェイスにも打てるし、マーリンが進化で2-2を取ってきた時に体力が1残るんですよ。それをうまく取ったりすることもできます。あとはね、守護を出しながら失踪を出すっていうね、アルビダはやっぱり超越には強いですよね。ということで、このアルビダはほぼ超越のために入れてるみたいなもんなんですけれども、いやー、どうなんですかね。もう超越は捨てて他で他を勝ちに行くという方がいいのかもしれません。そして何気にお気に入りなのがファングスレイヤー。これね、必殺ついてるのがいいんですよ。ドラゴンみたいな大型を出された時に、まあ、いろいろ大型を出す消す手段ってオーディンとかもあると思うんですけれども、ファングスレイヤーがあればダメージを与えつつ消せるということでね、なんか臨機応変に使えるフォロワーとして結構お気に入りです。というわけで、話が長くなってしまいましたが、ガチャを見たい方は飛ばしていただいたと思いますので、早速今からガチャを引きたいと思います。アルベールです。アルベールを狙っていきます。こちらバハムート購入に30パック引くことができますので、30連やっていくことにしましょう。いやね、やっぱりアルベールがあれば超越にも勝てるかもしれませんし、守護が出てなければね、6点いや10点が進化込みで10点取る場合もあるっていう。5コスに出してもまあ強いですしね。あっ、いやいきなりレジェンド、アルベールじゃないか。いい流れだが、使わないです。はい。いやー、これはいい流れ来てるな。おお、
何、神回来たんじゃない、インペリアルドラゴン。うわ、ドラゴンですね。何気にドラゴン、この手札捨てドラゴンですかね、ディスカードドラゴンっていうんですかね、これ結構てかちょっとずつ最近増えてるんじゃないのかなと。ドラゴンはね、ほんといろんなタイプがあるんですよ。首飾りでダメージを増やしたりとか、ドラゴン面白そうなんですけどもね、やっぱりなかなか安定して勝つのが難しいのかもしれません。さあ5パック目いきます。あ、なんだなんだなんだ、落ち着いちゃったな、落ち着いちゃったな。アルベール来てくれ。ふっ、いや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 、なんだよ、最初だけかよ。あれじゃん、なんだっけ、トンプーだけ強い先に出てくるタコス、名前忘れた、タコスあんな感じのさ、最初だけかよ。じゃあね、9パック目、まあ30パック&ね、どんどん引いていきましょう。そういえば一時期見たネクロまた減ってしまいましたね。お、インペリアルドラグーンゲットした。というわけで、最初の10連レジェンド2枚、ゴールド4枚ということで、いや結構期待値以上なんじゃないですかね。ということで早速20連目いきましょう。いや、ネクロが減ったんですよね。結構強いと個人的には思ってたんですけども、当たるとね、いやー勝てないんですね多分ね、あれ。あ、何気にさ、これ嫌なんだよね、ビショップ全体進化時全体2ダメージってさ、マジロイヤルキラーなんだがクソやめてほしい。ほんとロイヤルじゃないや、ビショップは今除去性能が高くて、セラフビショップですかね、かなり強いと思いますよね。超越さえいなければ相当人気になるはずのデッキだったと思うんですが、いまいち流行りきらない。あ、そうそう、4コス4 3の突進ってこれですね、ジェノさんですね。何なんだろう、個人的にはあんまり強くないと思うんですが、なんか強いっていう評判も聞きますね。そしてハンサ旋風陣っていうネタがあるんですけどね、決まれば強いっていう。ハンサもね、悪くないのかもしれない。わー、2枚来た。いやいやいや、悪くないが狙ってない、狙ってないがネフティス。そう、最近減ってしまったネフティスですね。そして、古き森の白露エルフのレジェンド、この間っていうかね、昨日ですかね、当たりましたよ、この、エルフ勝ちましたけどもびっくりしましたね。めったに出てこないので、あのレジェンドは。あー、サラマンダーブレス、これがね、これもロイヤルキラーなんですよ。ほんとやめてほしい。まあコントロールロイヤルだったら、こう全体除去されてもまだ戦おうかなって気になるんですけどね、フェイスロイヤルとか他のロイヤルでね、全体除去されたらなんかもうリタイアしたくなりますよね。ということで9パック目。あー、いいね、今回ゴールドも結構出てるし、ただ目的のロイヤルは出てないぞ。あ、いいんじゃないですか。ちょっといいみたいな感じが続いてますね。あ、ネフティスさんじゃないですか。20連目、古き森の白露レジェンド2枚とゴールドが 1,2,3,4,5,6,7,7 枚、結構いいですね。じゃあね、次は5連という形で、引いていきましょう。ということで、まあキリがいいね、9連引けるんですけども5連にしましょう。よし、あー出ないか。いやね、アルベールはあのプレミアムが欲しいんですよ。あ、プレミアアルベールが今あのアルベール2枚持ってて、2枚ともプレミアなんですよね。うん、だから今回3枚目が通常だとこう表示されるときに2枠になっちゃうじゃないですか、2枠に。あれちょっとなんか個人的に嫌で、同じので揃えたいんですよね。なんでプレミアアルベール来てくれ。さあ、あー、ダメだったか。さすがにいい運は続かなかったですね。5連でゴール3枚。さあ、そして最後、通常パックで5連引いていきましょう。さあ、あー、ダメだ。クソ、クソ、いや、違うんだ。クソ強い。あ、違う、なんか連打したら変になっちゃった。
ルーンの貫きがさ、ほんとクソ強いんだよな。ほんとやめてほしいよな。レヴィの進化とさ、グレンでさ、ルーン貫でさ、ルーン貫1コスだしさ、でさ、カードなくなったと思ったらさ、よくわかんないドロシーとかいうので補充してくるしさ、気づいたら盤面めっちゃ埋まってるしさ、でさ、対策してさ、全体除去完備だと思っていったらさ、超越されるしさ、最近はなんかそのハイブリッドみたいのも出てきてるしさ、なんか愚痴言ってたらクソ悪いしさちょ待って、ゴールドも1枚も出なかったんだけど、あ、ダメだね、こう後ろ向きならダメです。やっぱね、前向きに前向きに引いていかないと。ということで、スタンダードの方も、10枚溜まってましたので、こちらも10連おまけで引いていきましょう。前向き前向き。いやー、シャドーバースってなんて素晴らしいゲームなのか。いやー、運営さん聞いてます？いや、素晴らしいと思う。ちょっと、いや、本当にシャドーバースって神ゲーだと。ちょっと運営さん、勝率もね、ほぼ 50% で揃えてますし、バランス調整しないんじゃないんです。しなくていい神バランスなんです。そう、それが素晴らしい神ゲー、シャドーバース。え、ちょっと待って、ダメなんだけど。あ、マジクソだわ、ほんとマジクソだわ。っていうかさ、もうちょっとさ、バランス調整してもよくない？いや、ウィッチばっかだよ、ウィッチばっか。もうウィッチと当たりたくない。うわー、確率収束したな。では最後、アルベール。あ、アルベール出ねえか。というわけで、いやー、ひどかった。最後の20連ひどかった。ね。最初の20連が良かったレジェンド4枚出たけど、結局40連でレジェンド4枚なんで、期待値相当が期待値以下まで落ちちゃった形ですかね。はい、というわけでね、アルベール出なかったので作ります。さあ、生成しましょう。3500エーテルかかってしまいますが、まあしょうがない。よーし、3枚揃いましたね。で、何を抜くかなんですが、迷いどころではありますが、低コストのね、枚数はそんなに変えたくないので、減らすとしたら5コス以上、旋風陣、アルビダ、フローガ、アレク、ファング、オリビエ、このあたりが候補ですね。難しいけど、最近ね、旋風陣がちょっとかさんでね、邪魔になることが多い気がするので、旋風陣1枚抜きましょう。というわけで、このデッキで頑張ってマスターランク、マスターポイント稼いでいこうかなというふうに思います。いや、今回はね、ちょっと序盤長くなってしまいましたが、見ていただいた方どうもありがとうございました。